毒にも薬にもならない解説考察動画第2弾始まるよ。前回のあらすじ、前回の動画を見ろ。以上。気づいた方もいると思いますが、小説版は70章という組織がほとんど機能してません。サラは微動の手下であるサイモンを追ってから逃げています。追ってから逃げた末、見つけたのは幼少期のリリアンと死んだ母親の姿でした。そんなリリアンちゃんは、たった1ヶ月で修行にクリアしました。そんなリリアンちゃんも悲しい過去がありました。悲しいですね。一種の怖い話へと昇華している。私どうしよう、これからの出番は。ゲーム版では完全に恋愛設定ついていたリリアンちゃんと颯なのに、ラノベ版ではもう完全に赤の他人じゃん。そこからどうなるのです?鳥人間、怖い、私なりたくない。ところでサイモンさんは神じゃないのに、宙に浮くことができるの。一行、リリアンちゃん派とある村で朝を迎えました。それでも旅を続けなくてはいけないんですよね。ここに1ヶ月もたない針術を使うのは嫌だったな。
未成年飲酒禁止法はないのですね、この惑星。そうなんですか。小さい方に施した針術を直したかったんだよな。盗賊に盗んだ八玉を戻してめでたしになればよかった時期でした。早速お出ましのようね。どっちが子供だましなんだか。疲れちゃった。そういえばリリアンとリーシャノンはここで初対面ですね。ゲーム版では幼少期からラブコメをするぐらい仲が良かったのに、ここでも赤の他人です。リリアンの出番、ここで一旦終了です。城まで響く声、早手ですね。ゲーム版の早手のままですね。